ユーフレット公式動画チャンネルをご覧の皆さん、今回は悲しいお知らせと書いての秘宝です。秘宝、中上級者の方向けの難しくこうかっこよく演奏できるストロークパターンというものは存在しない。だからこそ、だからこそっていうのがすごい重要な動画になっています。と前回こう5つ覚えるとこう 90% 以上でこう使えるっていうようなストロークパターンの動画を作ったんですけど、そこで紹介している5つというのは比較的こうシンプルな応用が効くものを記載していたので、こうそれ以上難しいものをやりたい、もっと上手くなりたいという方もいっぱいいるんじゃないかなと思ってこの動画を作成しています。こう始めたばかりの方もこう見ていただくとですね、いくつかポイントがあるんですけど、そこを分かった上でこう練習すると全然効率っていうのも良くなると思うので、ぜひ見ていただきたいなと思います。タイトル秘宝とあるんですけど、すごい前向きな動画になっています。でですね、もう早速本題に入っていくんですけど、もう最初ざっくり言ってしまうと、難しくてこうかっこよく弾けるストロークパターンっていうのは存在しません。こうなんでかというと、こう右手が難しくなってくるようなパターンっていうのはどちらかというとこうギターのカッティングというものに入ってくるんじゃないかなと思います。でギターのカッティングと弾き語りのストロークっていうのは同じような動作をするんですけど、全くの別物です。意味合いもこう弾き方も全くの別物なので、よく混合されがちなんですけど、今日はこのギター実際に弾きながらこの2つがどういう風に違うのかっていうのを解説していきたいと思います。タイトル秘宝とあるのは、こう実は難しいパターンっていうのが存在して、魔法のような、それをもう必死に練習してしまえば絶対かっこよく中上級者になれるっていうのであれば、実は一番簡単だったんですけど、そうじゃないところに難しさや奥深さ、楽しさがあるっていうのもギターのストロークの、いいところでもあり、こう難しいところでもあるので、そういう意味で秘宝というタイトルにしました。ぜひ、続き見てください。では実際にこうギターを弾きながら今のギターのカッティングと弾き方にストロークの違いというものをより明確にしていきたいなと思います。大事なポイントが、2つあってですね、1つ目はギターのカッティングというのはほとんど開放弦が使えないと思っていてください。もちろん例外もいくつかあって、例えばというのはこう開放弦で低音弦ベース音を弾いてコードを弾くというのは全然ありえるんですけど、コードフォーム自体が開放弦が含まれているものっていうのはほとんどないと思っていてください。カッティングはこうブラッシングのこう軽快さっていうのはやはり売りなので、開放弦これローコードだと一応できるのはできるんですけど、少しミュートが甘くなってしまってこうボフってなってしまったり、こう早い切り替えっていうのはなかなか難しくなってきます。なのでこうカッティングは開放弦を使うコードというよりもこうバレエコードだったり、そのバレエコードの中の高い高音弦だけを使うっていうのがメインになってきます。それに対して弾き語りのストロークパターンというのはなるべくこうローコードで開放弦を多く使ってあげるのがいいかなと思います。こう理由はですね、こう響きがより豊かになりこう安心感が増すと思います。なので弾き語りは自分のこうギターのみが伴奏なので、その安定感やこのどっしりとした感じ、より豊かな響きっていうのがあった方が歌いやすくなると思うので、そういう意味で全くここが別で分かれます。開放弦を多用する弾き語りのストロークと開放弦を使わないかっていうので、ここは2つ全く分かれてきます。でですね、2つ目のポイントっていうのが役割の違いです。スピッツさんのチェリーを題材にやっていきたいと思います。まずギターの弾き語りのストロークパターンの方をやりたいと思います。すごい安定感があってこう安心して聴いてられる感じですね。土台がしっかりあるという感じで、それに対してギターのカッティングはもうコードフォームも変わってくるので雰囲気だけ伝わればいいかなと思います。というような感じになっています。こう伝わったかどうかわからないんですけど、こうカッティングの方が軽快でこう彩り鮮やかってイメージかなと思います。カッティングはギターのフレーズ単体っていうよりもベースやドラムの上に乗っかるっていうイメージの方が、強かったり、こうそういうパターンが多いので、どちらかというとこう軽やかに彩りを足してあげるっていう意味ですね。このブラッシングの音も含め、そういうアクセントだったりっていうのを加えて彩り豊かにしてあげるっていうのが役割です。それに対してギターのストロークというのは、先ほども説明しているようにこう安心感、自分の伴奏が全てこのギターのみなので安心感や安定感というのが求められます。
なんでこうパターンが毎回毎回変わるよりも同じパターンでこう土台をしっかりするっていうのが一番の役割になってきます。なのでローコードでもありストロークパターンも一定っていうのが基本の原則になってきます。なのでここはもう全く違います。彩りのカッティングと土台でしっかり安定させるギターのストロークパターンっていうのでここで明確に分かれます。なのでこう難しいフレーズを練習したい、ギターのテクニックを向上させたいという方はギターのカッティングを練習するといいかなと思います。このカッティングの解説動画もいっぱいこう作っていくのでそちらも楽しみにしていただきたいんですけど、じゃあそのギターのストロークパターンっていうのは簡単なことをやるっていうのがいいっていうのは分かった。じゃあそこからじゃあどうやってかっこよくしていけばいいんだっていうのが、今回の動画の肝であり、だからこそという部分になります。少し難しいというか分かりづらいポイントなので、これはいくつかシリーズに分けてこう5回6回ぐらい、そうですね、結構細かく、やっていきたいと思うんですけど、今日はまず一つ、紹介できたらなと思います。それは、よく聞く言葉なんですけどアクセントになります。少し強く弾く部分を作ってあげるという感じですね。で、じゃあ実際どこを強くすればいいんだっていうと、このアクセントの付け方はほとんどの楽曲で使えるんですけど、手拍子を思い浮かべてください。例えば君を忘れない、でこの位置でだいたい手拍子すると思うんですね。 3-4-1-2-3-4、 これが 2-4 と呼ばれる位置でドラムのスネアの位置になります。ドンドンパンドンドンパン、このパンって音ですね。そこが、実際にバンド演奏の時にアクセントに、やはり人間の耳に一番パンっていうのが、届きやすいのでそこがいいアクセントになっています。なのでストロークパターン、基礎的なものを弾きながらそこを少しアクセントをつけるだけで全然こう抑揚っていうのが出てくると思います。アクセントなしで一度演奏してみたいと思います。アクセントをつけると、という感じになります。こう全体的に強い部分と弱い部分ができるので、なんかこう流れがしっかりきれいにできてくるかなと思います。でですね、こう気づいていただけたか分からないんですけど、2と4の位置で僕はこう前にずらしています。この当てる場所を変えるというのが一番効果的にアクセントが聞こえてきます。同じ場所でこう強く弾いても意外に分からなかったりするので、例えばこう後ろに行けば行くほど音っていうのは硬くなります。で前のネック側に行けば行くほど音っていうのは柔らかくなります。なのでロックな楽曲等であれば後ろの方が良くて、例えばこういうのは後ろの方がいいんですけど、チェリーのようにこう柔らかい楽曲等だとネック側に行く方が柔らかいアクセントというのがこう気持ちいいので、後ろにすると少しこう強い感じになってしまいますね。なのでこう楽曲に合わせてこうヒットポイントをこう変えてあげると、よりこうイメージに近づくんじゃないかなと思います。でですね、結構こうなんていうんですかね、分かりやすい派手なテクニックとは違ってこう地味ですごい耳を澄ませないと分からないようなポイントなんですけど、意外にこうストロークパターンっていうのをこうかっこよくしていく上ではすごい重要なポイントです。こういう部分がこういくつかあるので、これはシリーズ化してやっていきたいと思うので、また次回も見てください。少し細かい部分に気をつけながら練習してみてください。